さま、こんにちは。ビザ JP カナダ移民コンサルタントの白石です。今日は5月の12日です。はい、相変わらずあんまりお天気が優れないバンクーバー周辺です。今日も少し雨が降っています。はい、今日はですね、こちらうちのウェブサイトのトップページの、新しいニュース、一番最新のニュースと、あとこちらのブログと2つお話をしようと思っています。まず、こちらのニュースの方からいきますね。先週の金曜日に挙げたニュースですね。アルバータ州の LMIA の条件が緩和というニュースです。で、LMIA のね、緩和のニュースは、この前も、こちらですね。このニュース、4月5日のニュースが上がっておりました。これは州別じゃなくてカナダ全土で、就労ビザの、緩和がありましたよというニュースだったんですけども、今日のニュースはその中で特にアルバータ州のニュースです。で、アルバータ州はもともと非常に、就労ビザとか、永住権もそうですけども、外国人の受け入れに非常に保守的コンサバティブな州なんですね。で、それはなぜかというと、州の首相がジェイソン・ケニーさんという人がアルバータ州の首相なんですけども、この方が保守党であります。で、トルドーさんがいるのは、リベラルなんですけど、このアルバータ州の首相はコンサバティブのパーティーの人で、で、なんと、トルドーさんの前の、保守、カナダ全土が、カナダの国が保守党政権だった時代に移民大臣をしてた方なんですね。で、その方が自分の出身地のアルバータ州に、保守党が、カナダの全土の、選挙で負けてた時に自分の住んでた出身の州に帰って、で、今度はその州の首相になりました。で、なので、アルバータ州は結構、保守的なので、いろんな、こういう、特殊なですね、州独自の、規定などを作っています。で、特に、移民とか、就労ビザとかがね、ジェイソンさんの、得意な分野なのでっていうこともあるんだと思うんですけど、いろいろちょっと、外国人にはやりにくいようなルールが、ありました。で、そのどんなルールだったかっていうと、これもともとのね、緩和される前のルールがどんなルールだったかというとですね、ここにアルバータ、アルバータ、LMIA と入れていただくと、出てくるのが、アルバータ州に関するニュースが出てくるんですけども、こちら、はい、こちらがですね、もともとの、アルバータ州の就労ビザのルールなんですけど、なんと、ここに書いてある職種、ここに書いてある職種以外は、就労ビザを出さないよっていう、基本出さないよっていう州だったんですよ。で、基本出さないけど、ここに書いてある職種だけは足りない、どうしても足りてないから出します。プラス、永住権も目指すつもりの人用の LMIA は出します。というふうに、なルールでした。基本的にだから、基本は就労ビザ出さないだったんです、もともとはね。で、それが、出るようになりましたということで、アルバータ州もそういう職種の制限がなくなりましたよというのがこのニュースです。なんていうんだろう、今までなんかやけに厳しくされてしまっていたのが普通に戻りましたっていうだけのっていうか、そういうニュースなんですけど、アルバータ州の方にとっては良かったよねっていうニュースです。はい。
というのが一つ目ですね。はい。そして今日の二つ目なんですが、こちらのブログに書いたんですけども、DUI で捕まったことのある人がカナダへ入国するにはっていうお話を、解説をしたいと思います。で、これを、これ今日ブログに載せたばっかりなんですけど、これをなぜブログにしたかというと、実は意外と問い合わせが多いので、ここに書いたら参考になる方がいらっしゃるかなと思ってここに書いてみました。で、 DUI って何かというと、ドライビングアンダーザインフルエンスっていうことなんですけど、DUI ってもうカナダでは普通に言います。で、あとはアメリカでも、だから北米では DUI っていうとみんなわかるっていう感じなんですけど、要するにアルコール、お酒とか、あとは薬物とかで、の影響で、なんか、ふらふらしちゃってる。っていうか、その影響下で、運転をすることによって、捕まったっていう意味ですね。で、それは、出勤帯とか、出勤、何?なんか、そのグレードがね、日本でもあると思うんですけど、そのグレードに関わらずですね、あとはアウトカムが、その出勤、お酒とかのその度合いだけじゃなくて、その、それで何をしちゃったか、例えば人身事故をしちゃったのかとか、器物損害、どっかに突っ込んで人の、例えばお店のドア破っちゃったとか、そういうふうに何かあったのかとか、そういう、何をしちゃったのかということとの兼ね合いっていうのがあると思うんですけど、DUI がどれぐらいの犯罪の重さになるかっていうのは国によって違うようなんです。で、カナダは実は特に厳しいんですよ。で、それをあんまり知らずに、ちょっと出勤日で捕まったことあります。でも大丈夫ですよねって思ってる人は意外と多くって、でも意外、大丈夫じゃないことが結構あるんですよ。っていうことで、っていう話なんです。で、基本的にこの DUI に限らずですね、犯罪歴っていうのは、そのカナダじゃない国で起こした犯罪をカナダの犯罪の法律にこう置き換えると、どういう、罪の重さになりますかっていうところをまず、その換算というかをします。で、そのカナダでの罪の重さに応じてビザが取れるとか入国ができるとか、そういったところが決まってくるんですね。なので、まずはカナダ国内で犯罪歴がある人はそれを換算しないといけないです。で、その換算するときに DUI は特にカナダ国外よりもカナダ国内に置き換えたときに重い犯罪に扱われることが多くて、結構そこが盲点というか気づかなかったという人が多いんですね。で、これはマリファナが2018年に合法化されたんですけど、それにちょっと関わっています。で、マリファナをね、合法化したことにより、マリファナを吸って、ふらふらしてるのに、車の運転をするっていうのは、もう絶対にいけないよ。そこを厳しくして、そういうことはしないようにしましょうっていうのが、カナダの政府の考え方で、で、このマリファナ合法化に、伴って、この DUI の、犯罪の重さっていうのが、さらに、重くなりました。で、略式起訴か正式起訴か、っていうのもそういう2つが2種類があって、で、正式起訴だともうすごく重い犯罪というふうになります。で、それもどっちにね、自分が日本とかアメリカとか
カナダ以外の国でやってしまった DUI がそれのどれに該当するかというのはなかなか自分で調べてもわからない、私たちが調べてもわからないんですね。なのでこれは犯罪歴に詳しい弁護士さんの協力が必要だと思います。で、そういうね DUI がの逮捕歴があるんだけれども、ちょこっとだけカナダに来ないといけない、例えば出張、仕事のね出張がありますとかっていう場合もあると思うんですね。でそれはこのケースが結構問い合わせが多いんですけど、で、まあ、どうしても出張に行かないといけないんだけど DUI の、経歴があります、行けますかっていうことなんですけど、これっていうのはその DUI の重さ、犯罪の重さと何しに来るのということの重要さと、それを天秤にかけて審査官が判断するんですね。でまあそういうことがあってもその滞在の目的、そのビジネスが非常に重要なんであれば、その3日間だけは入れてあげますよとか言って、その3日間だけ入れるビザっていうのをくれるということもあるんですね。でそれがこの TRP というものです。で、それはもうあくまでも一時的なものなんですね。こういうことをやってしまったけども、このビジネストリップだけはお願いしますよ、やらせてくださいって言っても、じゃあそれだけねって言って許可をもらうのが TRP なんですけど、もうそういうことじゃなくて、この犯罪やってしまったんだけども、これをないこと、なかったことにしたい、もう自分は身を改めましたというのがリハビリテーションなんですね。でリハビリテーションっていうのは、その罪の重さによって5年間ないし10年間でその罪がなかったことになるっていうか、時効になるっていうかっていうふうな、ことがあります。時効になる前にその、リハビリテーションをしたかったら申請しないといけないですね。申請してもうこれは時効という扱いにしてくださいというお願いを、移民局に出さないといけない。で、または10年以上経過するのを待つですね、ということになっております。で、そうは言っても、何しろ DUI が絡むと、すごく難しくって、DUI に限らず、犯罪歴が絡むと、なかなか弊社の判断では、判断がつかないことが多いんです。なので、弁護士さんにやっぱりお願いすることをお勧めします。で、最後のここに書いてある、リーガルオピニオンレターというのは、これは逮捕、まあ、DUI で逮捕されました。でもまだ実刑じゃないや、有罪が確定しない、判決が出ていないよという、その間に出張とかがあって、ちょっと来ないといけないとか、そういうまだ、罪が確定していないんだけれども、どうしましょうっていう状態の人っていうのは、弁護士のオピニオンレターがあると入れることもあります。ということなんですね。なので、そういうまだ宙ぶらりんの状態の人は、どっちにしろ、弁護士に頼んだ方がいいんですけど、中ブラリンじゃなくても罪が確定した後でも、それが5年前であっても 10年前であっても、どうすればいいんですか自分は、というのはやっぱり、犯罪法と移民法の、ここに書いてあります、犯罪法と移民法の両方を扱う弁護士さんに、相談するのが一番です。で、弊社に、お問い合わせをいただいたらですね、弊社で判断がつくものはお答えします。例えばですけど、これもよくあるんですけど、高校生の時に自転車盗んじゃいましたとか、っていうぐらいの、ぐらいって言っちゃいけないですけど、そういうようなものとか、あとは、なんだろうな、あとは、交通違反ですね。交通違反と罪は違うので、スピード違反で、
切符切られたことがあるんですけど大丈夫ですかとか、まあ、そういうのは大丈夫ですよっていうアドバイスは弊社からもできるんですけども、本当に犯罪歴だなっていうのは弊社が、まあ、知っているっていう提携したりしてないですよ、知っている弁護士のうち、犯罪法もやってますよという弁護士さんが、何人かいるので、そういった弁護士さんをご紹介することができます。ただ日本語できる方が今のところそういう方でいないので、まあ、英語で相談していただくような感じにはなってしまうと思います。ということで、こちらの DUI の、ブログは役に立つ方には役に立つんじゃないかというふうに思います。はい。ということで、今日の、ニュースはおしまいにします。また来週同じ時間にお会いしましょう。ありがとうございました。